さあ中堅戦出てくるのは、エンスレイヤー。今サトゥーさんの声だけ響いたよ。まあね、今青リロ1台のスラッシュ1台の向かい側にゼックス1台稼働しています。補足情報、あ、ちなみに AC は5台です。 2K カウンター 6K ガード。さあ6回、6回逆からキンエス、エンエスカウンターから、さあ細かな牽制合戦を制しているスレイヤー。大きさみ中段ガード、ディーステ投げ、金バストガード。6回ギリギリ届かず、 2P から関ちゃん奥義、チャンスめくりだったが当たっていない。 パイルバンカーって聞こえた気がした。出したい、ジャベリンから、ジャベリンじゃねえや、スピアだ。再びディーステ投げ、中段デッドンタイム、青から出したい、バイルバンカーまだ死なない。 6P じゃない、 6K、 どこをどう見えたら 6P が中段に見えるんですかね。俺は足払い、6回さあ画面端へレイトカウンター、しかも直だから、直じゃねえや、追加だから、減りすぎだろおい。さあ総裁から3エッジ、足払いベイバー。さあ 6P 対空から SS ハイの真ん中、終わりましたか。ごめんなさい、はい。じゃあ先ほど呼び出しました、豆さん、カルンさん、ピアゴロさん、ドレイさんの4人チームと、長谷さん、アタシンさん、トルソさんのチーム、真ん中の台でお願いします。あれ、ごめん間違えた、たくさんのとこだった、さっせ、ごめんごめんごめん。たくさんのチームと、先ほど呼び出しました落合さんとビビアンさんと、ショウさんと荻原さんの4人チーム、真ん中の台で試合お願いします。ごめんごめん、全然画面見てなかった俺。さあ大将に出てくるのはサトシスレイヤー。バースト警戒しつつもコンボを決めていくのはエンスレイヤー。リッパーから真っ始め。違うっしょ。あれマジで、あ、ほんとだ、ごめんごめんごめん。あ、ごめんなさい。さて疲れてんのかな。さあ DC の振り合いからもう一回ですね、これノーマルカラーがサトシスレイヤー、ピンク色の方がエンスレイヤーですね。さあジャンハイフットルース 2P から本物パンチ、タッチ系、あ、どうぞどうぞ、真ん中の台試合始めちゃって大丈夫です。さあ大将に出てくるのはカズキディジで、できれば試合終わりましたら、その場から離れていただけると助かります。さあ大将戦、サトシスレイヤー対カズキディジ。ロッケーカウンター、ピンバーストで回避していく、インペリアルレイ
ジャンハイカウンター、ジャンハイ届かず、ジャンプで落として、さあ必要な宝石系から吸血は爆使い、画面端に持っていこうとしたが、チョーカーディステ、さあ魚カウンターからジャンプティーまで入れて、ビッグマッパー赤だったがビットを潰しただけ。タッチパンが見えた。一本選手はサトシスレイヤー、ロケガード、さあ一人攻めてくる。タッチ系カウンターから魚、勝った、オッケーオッケーオッケー、そう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 、オッケーオッケー、はい、じゃあ次呼び出します。はい、固定チーム、ヤーベンディアンス DJ、 ナナミと好みの教えて ABCR ジャム、はいはい、いいよ、ミリアの固定チーム。対するはサトゥー専用機ファウスト、ロリ専用機メイ、師匠専用機チップのチーム。そこ3人いる。